アウストラル航空2553便墜落事故は、アウストラル航空2553便が、現地時間1997年10月10日22時10分に、ウルグアイのヌエボベルリンに墜落した、航空事故である。2553便は、ポサーダスからブエノスアイレスに向かう、定期便で、20時20分に、ポサーダスを離陸したが、嵐を避けるためにフライベントスにダイバートすることを、 決定した。フライトデータレコーダーによると、振動を変えた直後から速度計の示す速度が異常なほど低下し始めた。これは、実際の速度が低下していたわけではなく、ピトー管が凍結して塞がれたことにより、速度計に異常が発生したものだった。パイロットはこれを、水力の低下が原因と判断して徐々に水力を増加させたが、改善されなかったため、ゼーザ空港の管制官に、 低高度への降下を要請した。返答はなかったが、機長は、失速速度を下げようとして、高度を下げることにした。3万5000フィートから3万1700フィートに、降下している間も速度計は依然異常な数値を、示しており、機長はこれを、速度計の異常と判断し、降下をやめて減速する、洋服操縦士に命じた。しかし、 速度の低下を信じ込んでいた副操縦士は、機長の意見を無視し、高度を保ち失速速度を下げるために、高度3万フィートでスラットを展開した。この時の待機速度は、ビニー付近でスラットの限界速度を大幅に超過していたため、スラットのうち一つが猛烈な空力で主翼から引きちぎられた。これにより、主翼上の気流が非対称になって機体は操縦不能に陥り、 22時10分に、ウルグアイ川沿いの沼地にほぼ垂直に墜落した。登場していた74人全員が死亡した。墜落時の速度は、時速1200キロメートルを超えていたと推測される。アルゼンチン空軍と、ウルグアイ空軍が調査を行った、結果、高度15000フィートで、雲中に入った時に、ピトーガが凍結したことが判明した。フライトデータレコーダーのデータでは、 急降下中に、ピトー管の凍結が溶け、速度表示が正常に戻ったため待機速度が3秒間で、時速 300km から 800km に増加していた。ありがとうございます。